どうも、キスケです。今回は、新しいモード、名前ちょっと忘れちゃったな。なんちゃらかんちゃらロイヤルみたいな、貫突状態でバトルできるなんか PVP 特殊モードみたいなのが実装されたんでやっていくんですけど、それ何のパーティーが結局一番強いんだってなった時に、僕個人的にはこれだと思います。はい。まあなぜかというと、やっぱりそういう貫突で使えるってなると、やっぱベジットブルーとかも増えてくるやろうし、でそういうベジットブルーに対して全開覚醒ビルスがぶっ刺さると。でシャロットですよね。シャロット前もさ、なんかスーパーサイヤ人3が実装された後にロイヤル実装されて貫突で使ってみたいみたいなね、動画があったと思うんですけども、貫突ゴッドシャロットのこれやばくない？射撃攻撃力がなんと30万超えて、まあ、防御力も18万あるということで、これが一番強いんじゃないかな、多分。うん。だと思います。で、必殺アーツも、抜かりなく、覚醒ブロリーの、必殺アーツにしてるんで、まあ、いけると思うんだよな。はい、ということで、今回は、こちらのパーティーで、まあ、僕が思う、一番強いんじゃないかと思うパーティーで参戦取っていきたいと思います。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティーかな？いやー、いますね。変身魔人ベジータ貫突。かっこすぎひんか。変身魔人ベジータの貫突。で、出荷もお相手シャロット入ってますね。しかもゴッド。オッケーオッケー。いや、これちょっとあれじゃね？海外の人じゃない？いや、できればさ、国内同士のマッチングが良かったんだよな。さすがに。回線の問題とかね、ちょっと回線悪かった、ほんまもう地獄よ、マジで。ほんまに地獄。大丈夫かな、なんか今戻らんかった、シークバーみたいな。戻らんかった今、ギューンっつって。大丈夫？いや、もうこれほんま負けたらさ、いっぱいっていう戦歴がつくからさ。あ、ラグいっすね。しょうがないけどさ。まあ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 、冷静に戦っていけば多分いけると思うんだよな。相手も一緒なんでね、相手もラグいんで、こっちだけ絶好調絶不調っていうわけじゃないんで、ここはもう冷静に対処していこう。ちょ、頑張らんといかんぞこれマジで。 OK、 青無色緑、後ろ下がれないんだよな。変身。いや、多分これね、即圧打ってくると思うんで、特殊かぶせます。かぶせます。はい。いつもより、口数が少なくなるかもしれん。ガチやから。いや、火力高いんじゃないですか？いいよ。しかも、泥速1段階上がってるんで、ドラゴンボールの回収率も良しと。いいね。あ、めちゃくちゃくんな。いやー、フルフォースできひんな。え、これありがたい。ライジングライジング、オッケー。キャラチェンにちょっと負荷がかかりそうなんでね、回線問題は。はい。いや、これ成功したいなー。うわー、やべえ。やべえ、マジかよ。それはちょっと聞いてない。はい。オッケー。いや、でもこれはね、回避出ない。回避が出やーせん。なんか相手全然コンボつなげてこへんな。なんでこれ。はい。OK。さあ、残り2体。まあ、ライジング読まれちゃったけど、なんとかなるんちゃうかなと思うんだよな。びっくりマークはなし。射撃アーツか。危な。よっしゃー、もろたで。美味しすぎ。はい。やっぱめちゃくちゃ緊張するわ。なんか変に。なんでって感じだけど。ゲームやもん。別に賞金かかった大会っていうわけでもないし。1年以上前のラスベガスをかけた対決っていうわけでもないからさ。それやのにやっぱ緊張するよね、これ。まあこれ、究極アーツじゃさすがに落ちないでしょ。はい。
どうなっても知らんぜ。ヒリヒリするね。このパーティーマジで安定してると思いますよ。マジでマジでしかやってないけど。さあ避けてライジングかな。あ違う、危ない。いやー即回避か。オッケーオッケー。まあでもこれ正直もう3対1やから、バニシング奪ってなんやかんやしてれば多分いけると思います。なんかいけるんじゃないかっていう目安は俺の緊張がちょっと解けたなんかちょっと解けたからさ、俺はちょっといけるんじゃないかと思い出してるんだよな。はい、オッケー、よし、まずは一勝。いやこれは美味しい、助かる。サイヤ人なめんなよ。はい、2戦目やっていきましょう。あーまた海外じゃないこれ。ちょっとスタートダッシュ切りすぎたかなもう21時になった瞬間ブワーって今入ってるからさ、スタートダッシュ決めすぎたら国内の人と当たらんねんけど、海外の方とばっかマッチングするわ。ちょっと回線がほんまに心配なんだよな。1試合目みたいな回線でさ、やっぱり負けちゃうとなんかわかるでしょ、なんかなんていうんかな、この悔しさはどこにやったらいいんだみたいな、回線悪いからやんけみたいな感じになっちゃいかねへんからさ、できればすがすがしいほど快適な回線で負けたい。負けるんやったらね。うん、大丈夫っすか、ちょっと心配やぞこれ。大丈夫？紫赤無色で来たら放置勢か。ちゃんとキャラ選んでるこれ。あでも回線は、あーおー、まあさっきの方よりかはマシあちゃんとキャラ選んでる、動く、オッケー、よーし。初手奪えた時の、おー大丈夫か、初手奪えた時の安心感、避けて、オッケー。即回避結構使ってきますね、ありがたい。縛りの、オッケー。じゃあ変身する？ああ、これ間に合わないですね。避けて、よく見て、多分回避入れてると思うんで。よし。さあ、これ泥足アップだよ。アップだよ、っつっちゃって。なんで標準語？はい。いやー、火力高え。やっぱベジットブルー多いっすよね。そりゃそうだよな。これもうライジングやな。うん。ちょっと1試合目さ、ライジング読まれたからちょっと不安ちゃ不安やけど、まあまあ青色落とせればだいぶでかいんで、フリ属性ってなる赤色入れてないんやけどね。さあ来い、よっしゃ、危ねえ、鈍い位置なんだよな、ギリギリ。よしよし、すげえ疲れるこの集中してさ PVP やることあんまないからさ、すごい疲れるよこれ。はい、多分ケフラ出てくると思う。あ出てくるよね。これバフ消して救急圧、しかもまあ手札全部破壊できるんで、まあ、バニシングないからベジットブルー出すけど結構時間稼げそうじゃない、シャロットまでの。そんなことない泥足速っ、よっしゃ、ええぞええぞ、どないするよ、コンボ稼いで、はい、究極、いや究極、よしいけるね。うん、2試合目も多分勝ったと思う、切断とかなければね。いやほんまそれが一番怖い、もう相手からしたらこれってもうほぼ負け確みたいなもんやんか。まあ、もちろん諦めなければ希望が見える可能性っていうのはあるけど、切断やめて、いや怖っ怖っマジで。はい、マッチングしました。また海外っぽい大丈夫、もうこれ3連続じゃない、これ3連連続、しかもあんまりフラグメントちゃんとついてないからさ、これ
怖いんやけど、なんか切断中とかだったらどうしよう、これ大丈夫かな。さあ、わりかし快適やな快適でした、ありがとうございます。いやもうそれだけで助かるわほんま。よし、あと隙ある。ちょっと2試合勝ったんで気持ち的にすごい楽になりました。でこれ多分瞬間移動使ってくるよね。はい、 OK。 いやーちょっとずれたなー。あーこれ回避入らんねや。あ、まずいな、まずいですね。これシャロットで受けれないんで、それはコンボ繋がってないぞ。特殊圧やったら別やけど。よっしゃ、あーもう違う、やべ、ラッキーラッキークッキー、ハグッキーですね。へい、必殺圧をぶち込んで、で変身してと、びっくりマーク出てる、どっち。よし、いやー回避入れへんか、これは変えよう。よし、ナイス。ドラゴンボールの集まり、まあ、そんなに悪くないか。バフ消して、ちょい。あ、ドラゴンボール来たね。あー、俺、射撃はまあ待ちやろ。よし。にしては。はい、回避。ナイス。よっしゃ。これ、でかすぎ。でこれで、そう、キャラチェンしてくるから、そこをシャロットで、狩る。はい。いや、これ、どうしようかな。ライジング打つか迷うねんけど。打った方がいいかな。いや、でもちょっとこのまま削っていく？はい。うわ、マジか、こうへんのか。はい。多分特殊圧でしょ、待ってんの。あ、違う。やべ、入ると思わんかった。よし。いや、もう、もろバレールですよ、それは。さすがに。特殊圧持ってるよーって。顔に書いてあるの？はい。紫落とせたのはでかい。で、このメインアビリティ切るのも、決して無駄じゃない。いいぞ。めちゃくちゃ逃げてった。危な。どうしようか。ちょっと回避に合わせて。あれ？回避入らへんか。ライジング打ってくんやったら別にそのままで、必殺圧で落とそうとすんやったら緑に変えようか。オッケー。あ、どっちやろ。必殺、オッケー。で、多分相手ライジング溜まってるんで、これ。もう遠距離からライジング打ちます。あ、入った。入っちゃったよ。アイテム被せてくるかなと思ったんやけど、そんなことなかったね。よし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 。いや、いいんじゃない？うん。難なく3連勝。やっぱパーティーがね、めちゃくちゃ強かったですね。はい。対戦ありがとうございました。はい、皆さん、お疲れ様でした。今回は、まあ、僕が思う一番強いんちゃうかというパーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか？まあ、やっぱり強いですよね。めちゃくちゃ強い。まあ、覚醒ビルス経由の、貫突ゴッドシャロットとベジットブルーがまあ弱いわけはなかったんですけど、まあ、それでもね、ほんまに安定して勝ちたいっていう人と、まあ覚醒ビルス持ってる人はこのパーティーほんまに安定するんで、めちゃくちゃ強いんでね、ぜひともこのパーティーで回ってみてはいかがでしょうか。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、ゆきドラゴンボールライフを、バイバイ。